推しエンタメブランドアワード2023を発表、スノーマンが総合部門でダイヤモンド賞を受賞。推しがいることで、気持ちの拠り所ができたり、人生が豊かになったりしたという人は多いだろう。エンターテインメント業界に向けたデータ×デジタルマーケティングサービスを提供するジェムパートナーズ、東京は、消費者が推したエンタメブランドを称える推しエンタメブランドアワードを設立し、2023年の受賞結果を発表した。最もジェム指数が高いエンタメブランドに贈られるダイヤモンド賞には、アイドルグループのスノーマンが輝いた。23年は、TBS のバラエティ番組、それスノーマンにやらせてください、やサードアルバム、I Don't Me の発売、初のドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023 I Don't Me を開催するなど、各メンバー個人としての活動だけでなく、グループとしての活動が目立った同グループ。受賞理由として、推しファン人数、接触日数、のみならず、推しファンの支出金額が多いエンタメブランドであることが挙げられ、スノーマンに対する旺盛な支出意欲が伺えた。